回も桃太郎ポークというお肉使ってるんですけれど、スーパーとかで売られているお肉よりもかなり柔らかく仕上がってます。はい、こちらに失礼いたします。地産地消を大切にしてまして、岡山桃太郎ポークというお肉を使ってるんですけれど、かなり甘みの強い豚肉になってます。赤身とあと脂身がもうきめ細かくバランスよく保たれてて、やっぱりちょっとスーパーとかで売られているお肉よりもかなり柔らかく仕上がってます。あとは、ミディアムレアで提供するんですけれど、お客様の方で、直接焼いていただくライブ感も楽しんでいただきます。全国に何か所か、本店が北九州にありますので、一番東に近いところが名古屋ですね。もうそれ以降は西日本になります。そうですね、昼と夜でかなりガラッと変わりまして、昼間はやっぱりサラリーマンの方や OL の方、もうあのお昼休憩の際にこちらに寄っていただける人の方が多いですね。夜はやはりあのディナー目的でいらっしゃる方が多いですので、家族連れの方は特に多く見られます。こちらに失礼いたします。こちらの席にお待ちください。ありがとうございます。はい、極上ハンバーグ定食、はい、シングル、シングルです。はい、豚ステーキ定食の 200g、はい、一番人気、はい、一番人気、ね、はい、失礼いたします。ステーキ定食の薬味でございます。はい、ありがとうございます。こちらがサラダでございます。ハンバーグ定食のサラダでございます。失礼いたします。あ、これはあれだな、うん、左手から失礼いたします。ハンバーグ定食でございます。ありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼いたします。ステーキ定食 200g でございます。カサテキ失礼いたします。鉄板大変熱くなっておりますので、こちらのトングを使ってお好みの焼き加減でお召し上がりください。ちょっと待ってください。全然いいよ。すごいこれ。失礼いたします。
へぇ、牛のハンバーグより食べやすい、柔らかいね、すごいでしょ、うん、失礼いたします、こちら卵かけセットでございます、お好み混ざらない、およし、これかけます、じゃじゃじゃーん、いや、美味しそう、食べれちゃうね、意外とね、いや、美味しそう、このままちょっといただきますね、うん、美味しい、ね、このタレ、この出汁か、出汁が美味しいわ、美味しかった、なんか肉厚でなんかごついのにやっぱ柔らかいかったよね、あとあの薬味がいっぱいあるから味変できるのが、味変できるのが良かった、なんかまた違うメニュー食べたいな、これね、豚は美肌効果があるそうなんで皆さんぜひお邪魔ください、あの福岡と岡山のコラボね、そうそう、なのでぜひ私のお気に入りのお店、赤田せやすのね、お気に入りのお店なんで、ぜひおすすめで、はい、イオンの6階です、またね、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく、スピチューブ、インスタグラム始めました、お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。